皆さんこんにちは。阿蘇医療センターだより第3回のテーマは医療と IT 化です。中でも電子カルテシステム、そしてこちらの阿蘇 ID リンクと熊本メディカルネットワークについて会院長にお話を伺います。会院長先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず阿蘇医療センターの電子カルテシステムについて教えてください。阿蘇医療センターは平成26年の8月に、新築移転をオープンしました。はい。この時同時に、電子カルテを導入しています。うん。一般的に病院が大きな事業をやるのに2つ大きなことがあるんですが、うん、1つは新築移転ですが、もう1つの電子カルテの導入というのがあるんですが、当時は当院ではその2つの事業を一緒に同時に行いました。その電子カルテというものはそもそもどういったものなんですか？はい。電子カルテとは従来の紙カルテと違いまして、患者さんの情報とか治療経過とか検査の結果、それから画像の診断、そういうデータがすべて電子化されてコンピューターに記録されています。当院にお越しになられた方々は一番先に変わった点が外来での診察風景じゃないかなと思うんですけれども、コンピューターに全てのデータが入っていますので、そのデータを見ながら診察をしていることになります。会員当初は、職員がその電子カルテにまだなかなか慣れませんでしたので、大変長い待ち時間を、患者さんたちに強いることになりましたけれども、本当に申し訳ありませんでした。最近は職員が慣れてきましたので、それに対しての待ち時間というのはほとんどなくなっていると思います。で、この電子カルテのメリットというのは、患者さんの医療情報がすべて必要な時に瞬時に取り出せるメリットがあります。さらにこの情報は永久的に保存されていますので、数年前のデータと現在の状況を比較することも簡単にできること、それから患者さんの個人情報が紙カルテよりもさらに厳重に守られていることなどが利点として挙げられます。その電子カルテについてはよく分かったんですが、では次にこの阿蘇 ID リンクというものはどういったものなんでしょうか？はい。この電子カルテを導入する際に、はい、同時に阿蘇 ID リンクというシステムも、導入をしました。うん。このシステムは患者さんを紹介していただいた阿蘇医療圏内の、医療機関、つまりかかりつけ医の先生からいただいた情報を、はい、うん、阿蘇医療センターとインターネット経由のネットワーク環境で結んで、患者さんの情報や、検査データなどをそれぞれの医療機関で共有できるシステムです。その共有することで患者さんにはどのようなメリットが生まれるんでしょうか？はい。患者さんの治療内容や治療経過、それから検査をした時のデータや、はい、画像などをかかりつけ医の先生と当院の専門医との間で共有することができるので、正確な情報の把握が可能になります。また質の高い医療が提供できるようにもなると考えています。さらに同じ検査を違う医療機関でやることも省けますので、患者さんにとっての医療費の負担も軽減できると思います。その阿蘇 ID リンクを利用するためにはどんな準備が必要ですか？はい。患者さんの個人情報を院内と院外の施設で共有するシステムですので、このシステムを利用するためには患者さんの同意が必要ですので、同意書をいただくことが必要になります。はい。参加費は無料です。で、詳しい内容は阿蘇医療センターの地域医療連携部というのがありますが、そこで案内をしていますので、お気軽にお尋ねいただけたらと思います。はい。そのいろんな IT 化を伺ってきましたが、ちょっと心配なのが、情報がいろんなところで共有されることで、個人情報が流出する危険はどうなんでしょう？それはまずは指定された施設だけで情報を共有化しますので、利用する個人情報のセキュリティというのは非常に高い方法で、情報をすべて暗号化してやり取りしていますので、外部に個人データが漏れることはありません。安心して利用していただけたらと思います。また参加者カードをお配りしますが、それを紛失されてもそのカードに患者さんそれぞれのご自身の情報が入っているわけではありませんので、悪用されることはないと考えています。はい。では最後に熊本メディカルネットワークについても教えていただけますか？はい。
先ほどお話をしましたように、当院には阿蘇 ID リンクというシステムがあります。これは阿蘇医療圏内のかかりつけ医の先生と阿蘇医療センターとの間で情報をやり取りするネットワークのシステムでした。一方、今お話しされた熊本メディカルネットワークというのは熊本県医師会が事業主体となりまして、熊本県と合同で行われる医療情報のネットワーク、事業です。平成27年度から、運用が開始されています。で、これは大きく違うのは利用施設です。で、これは病院、診療所だけではなくてですね、歯科の診療所、薬局、それから訪問看護ステーション、さらには介護施設など熊本県内の医療や介護や福祉などに関わる全ての、施設が対象になる仕組みです。で、それぞれの施設で行われた治療、それから治療の経過、検査のデータや画像データなどを、さらにお薬の情報なんかも含まれているんですが、そういったのを全て共有化できていますので、医療だけではなくて介護や福祉の領域にわたって、それぞれの情報が、自由に、共有化できるというシステムです。つまり一人の患者さんの全ての情報を共有化することになりますので、よく言います、一患者一カルテという時代に、対応するようなシステムになっています。で、この事業のモデル地区として3地区が県内で選ばれました。その一つに阿蘇地区が選ばれています。まだまだ登録患者さんがそんなに多くありませんので、ぜひ今後この登録患者さんを増やしていただいて、それぞれの患者さんがもうこの熊本メディカルネットワークの恩恵を受けれるように準備をしていきたいと思うんですが、こちらの方も当センターの地域医療連携部で詳しく案内をしていますので、気軽にご紹介できると思いますので、お尋ねいただけたらと思います。今回の阿蘇医療センターだよりテーマは医療と IT 化について、会院長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。